田口清隆は、日本の映画監督、特技監督、北海道室蘭市出身。催眠イ,イベント、怪中史上デラックスに似て、展示小学生の頃に、特撮テレビドラマ、ウルトラ級や、ウルトラマンの再放送を見て特撮に興味を持ち、小学生時代から高校生時代にかけて、平成ゴジラシリーズ、平成ガメラシリーズ、平成ウルトラシリーズなどを見て育つ。 中学生の時から怪獣を題材にした自主映画を手掛けている。押井守と樋口真嗣を二代挙党と話す。もともと機動警察パトレイバーが好きで、押井も当然大好きだったが、ザ・ネクスト・ジェネレーションパトレイバー隊の話が上がった時、押井はタ口ジを4人目の監督として迎え入れた。樋口は平成ガメラシリーズの頃から憧れており、心の師匠と呼んでいる。 自身が幼少期に特撮作品に親しんだ経験から自身の作品を通して特撮や怪獣の魅力を伝えていくことを掲げておりウルトラマンギンガエスに参加してからは特に子供層を意識するようになったという2014年からはイベント全国自主怪獣映画選手権を主催し2015年からは雑誌宇宙船の連載企画宇宙船自主怪獣映画道場 の部長に就任し、児童書、ウルトラマン X 調全集で、子供向けの特撮指南を掲載するなど、自主制作怪獣映画の普及や、更新の育成にも力を入れている。助監督として組むことが多い竹井正信夫は、専門学校時代の同期である。田口が助監督として参加した、ウルトラマンコスモスは、先に参加していた竹井が、 番組延長の際にすでに次の仕事が決まっていたため、その代わりとして紹介されたものであった。ファーストパーソンシューティングゲームが好きで、中でも、コール・オブ・デューティシリーズは一番プレイしていると、語っている。また D3 パブリッシャー発売の、ザ・地球防衛軍シリーズも、第一作からプレイしているファンであることを、公言しており、地球防衛軍4の小説作品で帯にコメントを、寄稿したほか、 地球防衛軍の発売後のインタビューでは、シリーズの実写映画化の企画を何度も提案している、ことを明かしている。好物は、タラバガニ。大怪獣、カサキングアルファーさんは市場に、ゲンるル製作中の監督自主製作商業。ありがとうございます。